信号上として開業いたしました。もともとはこの列車の進行方向を右側に位置していました千葉貨物ターミナルに、到着する下り線からの貨物列車が、平面交差で上り本線を支障させないようにすることを目的として、京葉線の上り本線をオーバークロスする形で建設された高架橋となっております。現在はこの信号場に入る列車は非常に少なく、平日で午前中に貨物列車が1本、回送列車が2本入るだけとなっております。団体列車で入線する機会も非常に稀で、本日は大変貴重な入線体験となっております。それでは新港信号場に停車をいたします。13分間停車いたします。どうぞ車窓とお楽しみください。お気をつけください。お立ちのお客様は手すりなどにおつかまりください。